今回はこの鯉のぼりを友達と一緒に作っているところをご紹介します。ゴムの補強付きです。はい、まずは縦に縦長く半分に折ってください。そうそう、これ切ってね。はい、それを今度は縦に2枚つなぎます。つなぐ時にはこれ1センチぐらい開けて、ここに糊をつけて、こう折り返すと綺麗に貼れますよ。そこそこ、そこの際のところに糊をつけて、よいしょと。はい、うまくできました。でそれを縦半分に長く、ちょっと画用紙が硬いから頑張って、OK。 それを裏返して、さらに半分に、そうそう、そこ外れやすいからしっかり塗りつけてね。裏返して反対側も半分。じゃあ鱗切っていくけれども、尻尾の長さよりもちょっと開けて、こんな風に切ろうか。髪を回しながら、長いから大変だけど、端1センチぐらい残してね。で次はこの切ったところから1センチぐらい離れたところをこう丸く、そうそう、はい、そうそう、今度自分で書いてみて、そう言って、そう、ここあんまり端まで来ると切れちゃうから気をつけて。そう、裏返して、そっから、ちょっと四角っぽいから、もうちょっと丸く、ここをね丸く描いて、はい、裏返し、あ、いい感じ、いい感じ、もういけるんじゃない。うん、ハサミだけで、そうそう、あ、いい感じ、あ、もういけてるよ、そう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 、はい、それを繰り返していけば OK。 頭の大きさを残すから、鱗はあと1枚かな。そう、これで、2つ折りにします。この部分がエラになるんだけど、表だから鉛筆で描いた方がいいわね。輪になってる方から描いた方がいいから、こっちだね。切り込みのところから1センチぐらい開けて、こういう風に描きます。こう丸くね。あー、いい感じ、いい感じ。じゃあ今度尻尾、尻尾も2つ折り。あ、そこを開いちゃうと、こっちのね細いところを開いて2つ折り、
V 字じゃないよ。あ、そう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 、ね、こんな風に、切らないと V 字にするとジグザグになっちゃうから、斜めにシュッと、そうそうそう、はい、尻尾の完成。おっと、これね、後で使うからね。では開いていきましょう。ねじれてるところね、直してから開いた方が開きやすいですよ。はい、うまく切れてます。これが見える方を裏にしましょう。はい、そしたら尻尾を中に折り込んでキュッとね、うん、でこの切った付け根の部分で折り目をしっかりつける。でもう一個折って、そうそうそう、そこで折り目をしっかりと、次折って、あ、行き過ぎました。はい、一つ前にもう一つあります。そこ、あ、両側も折り目ね、そうそう、次はここで2箇所折り目、はい、これを繰り返していきます。最後の鱗が済んだらエラも折ってね、同じように、そうそうそう、はい、お疲れさんでした。これをひっくり返します。さあ、鱗を折っていきますよ。持ち上げて少しずらして1センチちょっとぐらいかな、で折り目をつけます。次の鱗はその上に重ねるように折ります。そうそう、でそれ繰り返し、そうそう、あの鱗の根元のところが隠れるぐらいね。あんまり重ねすぎると鯉のぼりが短くなってしまうし、重ね方が足りないと鱗の根元が見えてしまうので、うん、そうそう、ここは慎重に、ちょっとここが浮いてますね。はい、気をつけて。この作業って2人でした方が絶対効率いいよね。じゃあこっち側を折っていきます。はい、ここまで来たら最後にエラも折って、はい、鱗完成。でここから模様を描きます。模様を描くためには一回伸ばしますよ、うん、はい、じゃあ何色で模様を描きますか。これはね、あの桜クレイパス、うん、ちょっと白が入ってて発色がいいのでこれを使ってください。え、私のお手本を見て色を決める、うん、好きな色でいいんだけど、あ、綺麗綺麗、うん、いい感じ。はい、じゃあ鱗のところ全部そうやって丸く描いていきます。エラの部分も同じように描いて、あ、ひげ描いておきますか。はい、で鱗の模様をいくのね、はい、私は3本ずつ描きました。
まずは同じように書いていって、うん、うろこに模様がついたら尻尾、あ、それでいいよ。あ、そうそう、うん、間に、うん、私は2色でしてるから、うん、同じようにするのね。あ、口の部分を描いて、目の大きさ、目大体でいいよ、大体で。お、そうそう、そのくらい大きい方がいい。で、そうそう、白い丸を端っこの方。あと何色にするかって、うん、何色にしても大抵大丈夫。最後そこそこ、うん、そこを黒く塗れば目玉に見えるから大丈夫。はい、いい感じにできました。先ほどの折り目をもう一度折っていきます。で、鱗が重なって、はい、完成ですが、裏返してみて、うん、こんな感じになってるので、このままだとすぐにビローンとこう伸びちゃうから補強しましょう。ちょっとこの紙を、ね、同じように折ってみて、うん、画用紙だと折らなくてもいいんだけど、最後に半分に折って、うん、これにゴムを挟んでホッチキスで留めます。はい、挟んで、そうじゃなくて、縦にね、うん、縦に挟んでゴムも一緒にホッチキスでカチッと、これで引っ張っても抜けないね。で、これをここに貼ります。ちょっといらないとこ切りましょうか。で、これが真ん中にこうシューッとこんな風にきます。反対側にもう一つの紙がきます。さっき貼っていきましょう。はい、ボンドつけて、ちょっとつけすぎかも、うん、うん、大丈夫でしょう。紙でなければ、うん、ここ抜きやすいところなので、念のためホッチキスを留めておいた方がいいでしょう。じゃあ、この、飛び出てるところにボンドをつけていきます。狭い引っ込んでるところにはつけません。ゴムを貼るので、ちょっとボンド多めに出してください。それでここにボンドの上にゴムを貼り付けて、これ2人でやった方が絶対いいよね、うん、で、端にその紙を貼るから余分なゴムを切ります。このくらいかな、そこそこ、うん、で、挟み込んでさっきと同じようにパッチン。 OK。 で、これをボンドで貼って、そうそう、それそれ、持ち上げて貼ったらいい。で、これもホッチキスで留めておくと外れにくいのでいいかな。ちょっとはみ出しちゃったみたい、切っときましょう。はい、これで乾くまで待ちますが、重しをします。重しがくっつくといけないので、クリアフォルダーを上からこんな風にポンポンと置いて、この上から重たいものを乗せてください。本がいいかな、平べったくって。これで乾くまで、30分から1時間ぐらい待ってください。はい、完成です。で、先ほど、あ、いいですね、いい感じです。ぐにゃぐにゃぐにゃ。
伸びきってしまいません。これを使ってヒレを作りましょう。尻尾のところの切った部分ね、半分に切って、これここにつけると胸びれになります。そうそう、それでいい、それでいい。でこれをのりでつける。あ、ちゃんとのりつけが見つかってる。でもう一個残ったのはもう使わなくてもいいけど、ここにね腹びれや尻びれつけてもいいんだけど、2個ないから、あ、これ持ってこようかね。その方がよく目立って鯉らしくなるかな。はい、完成できました。はい、ぐにゃぐにゃする鯉、お疲れ様でした。はい、こんな鯉ができました。ちょっと大変だったけど楽しかったそうです。伸びたり縮んだり、裏に、こんな風に紙とゴムで補強しているので型崩れしません。胸びれと尻びれもついています。工作がお好きな方はぜひ作ってみてください。